くよ。ありがとうございます。ちょっとお水を飲む。ありがとうございました。ねえありがとう、こちらこそありがとう。ごめんね、なんかしっかり歌えなくてちょっと、うんねありがとう、聞きに来てくれてうんねえ、瀬田が生まれる前にねできた曲なんてね、びっくりだね。うんへそまでへそまでへそな俺らの夏をちちちちちちち、いいね、シナリンゴさんも歌いたいね。タタ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 タ人生なんて避けないで、避けない、そうなのよびっくりでしょ。大人になってというか高校生の時にいろんな曲聴いてて、そう、あやこさんもしっかり聴いたんですけど、あ、これね、私すごい、そう、あやこさんの曲でね、好きな曲あって、なんか前ね、友達が歌ってくれてめっちゃいい曲で、歌えるかな、歌いたいな。出てこい。なんか心の瞳出てきちゃった。心の瞳で君を見つめれば愛することそれがどんなことだか分かりかけてきた愛のすべて時の歩みいつもそばで分かち合える。いつか傘をなくしても心だけは決して変わらない、足跡があるからさ。いつか傘をなくしても心だけは決して変わらない、絆で結ばれてるっていう、そう、合唱コンクール金賞取れたんだ。やばい、ちょっと愛子さん曲がいっぱいで、下にスクロールしてもスクロールしてもその曲が出てこないん、赤かさったな、はこれへんかな、あるかな。花火も歌いたいな。上から花火を見下ろして、あった。そう、これね、友達が歌ってくれてめっちゃいい曲だったんだよ。Oh.
瞳でした。やっぱいい曲だよね。うん、うん、ってなっちゃった、もうって、うん、ねえ、いい曲だよね、ほんとに。うんうん、ねえ、うん、そうだね、愛子さんのファンの中でも人気の高い名曲で、そう、お友達も愛子さんが好きで、そうで歌ってて、そう、うわめっちゃいいって思って、私結構なんかね、よくライトな曲、そう、よくみんなが知ってる曲をね歌うことが多いからあれなんだけど、うん、そうなんですよ、すごいよくて、歌ってくれてありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、ふわふわタイムとの温度差で風邪ひきそう、やばいね、ちょっと一回温めたいんだけど、なんかちょっとさ、なんかこういうバラードっぽいのを歌いたくなる日もあるよね。うん、一回なんかちょうどいいとこ行く、ちょうどいいとこ行こう、うん、うんうん、どこ行ったかな、探すよ探すよ、どこ行ったかな、あれ、この間保存したはずなんだけど、しかもめっちゃなんかスクロールしてたら歌いたい曲出てきたけど、今絶対歌えないんだよな、なん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 、今カミカミになっちゃいそうだからな、あれーどこ行ったんだ、あの歌いたい曲がハローアゲインなんですけど、ハローアゲイン打っても出てこない、こないだもそうなった気がする、ミックスナッツ、なぜなぜ流れた夏のような世界で、ありふりしながら微笑み浮かべる幸せのテンプレートの上、もう一人絵に描いた壁の裏、テーブルを運び手を合わす、その時さえありのままではいられないまま、隠し事だらけ、継ぎはぎだらけの愛、あの噛み砕いてもなくならない、本音に挟まったまま不安だらけ、ハローギンが、ハローギンが、よいしょ、頑張って入れてるんですけど、ちょっと英語が打ちづらく、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、うん、うん、ちょっと検索するのが大変だな、あ、出てきました、
いいね押しとこう。これでいいのかな。あ、これかな。そんな気がするよ。でもね、これ以外がないんだよ。どうやってこの間調べたんだっけ。ちょっともう一回ちょっとチャレンジしてもいいかい。ね、アコースティックが再びちょっと難しいな。うん、確かにそっちで一回検索かけていいですか。おお、あ、いっぱいある。あ、こっちだ。どうだ、一回流してみますね。
曲。ありがとうございました。ありがとうございます。ねえ、歌ってねすごいよね。その時の記憶が蘇ってくるの分かる。こんなことあったなーってなるよね。ありがとう。ドラマの曲だったんですか？私は多分世代じゃないのでこの曲あれなんですけど。へえ、そうだったんだ。そう、まだ生まれてないからわかんない。なんで知ってるの？やっぱ有名な曲ですし。ねえ、いい曲だよね。名曲は世代を超えていくんですね。ほんとですね。ええ曲や。あとはあれを歌いたいんですよね。ちょっと今日初めて歌うよ。この間一回歌ってみたんだけどちょっと難しかったんだよね。これすごい有名だと思う。はい、歌います。すごい、めっちゃあれだね、バラード多いね今日。
がとうございます。いやー惜しかったですね。突然不意に鳴り響いてるのと焦る気離れて君うんわーこれはちょっと頑張ろうと思います結婚しよう、しませんありがとう。うん。うん。ねえ。これはまた絶対歌います。うん。いや、スキマスイッチさんのね、楽曲ですけど、ちょっとね。スキマスイッチさんじゃなくていろんな方がカバーしてていろんなの聞いたんだけど、このねキーとこの雰囲気がすごく好きで、うん、うん、あオリオンね、あのそうオリオンびっくりした今見て、オリオンもね練習してたんですけどちょっと難しい、まだ全然歌えない、うん、ね。うん、うん、うん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 、ソロタイムレコーダーちょっと厳しいな、ちょっと厳しいなうん、うんうん、え、今何時ごめん、時計が壊れて時間分からなくてさ、今何時、何時だ、あと2時間くらいあるのか、あ、じゃああともうちょっと歌えるね、もうちょっと歌うか、ありがとう、ちょくちょく時間を教えてくれるととっても助かるごめんよ、うん、あ、ちょっと待ってね、よいしょ、よいしょ、たくさん聞こえてるかな、たくさん、あ、これはちょっとあれにしようかな、狼なんか怖くない怖くない怖くない、ガオー釣れないかーい昨日言ったやつ、ありがとう、後ほどイラスト描かせていただきます、たくさんありがとう、狼なんか怖くない怖くない怖くない、ガチャガオー、わー、あ、釣れないかーい、よいしょ、ちょっとあの大きい、なんかすごい大きいギフトだったので、なんかそうロングバージョンしてみました、ありがとうございます、よいしょ、はい、ねたろうさん、狼なんか怖くない怖くない怖くない、ありがとうございます、後ほどイラスト描かせていただきます、ねたろうさんありがとう、ラグナーさんおししかかたんありがとうございます、うんうんうん、あ、ありがとうございます、ちょっと待ってね、うんと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 、
まずはみちやんさん、おうち寝たい寝たい、ちょっと待ってね。よいしょ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 、しっかりと持ち上げて布団の再現。ありがとうございます。後ほどイラスト描かせていただきます。みちやんさん、ありがとう。そしてひろゆき隊員、ありがとうございます。後ほどイラスト描かせていただきます。ひろゆき隊員、ありがとう。ごめん、ちょっと遠かったね。うん、うんうん、そう、燃えすで好きだから。よいしょ、あとね、よいしょ、よいしょ。しのちゃん、狼なんか怖くない、怖くない、怖くない、ありがとうございます。ちょうど安く書かせていただきます。しのちゃん、ありがとう。あ、違う、狼なんかって言いながらさ、狼なっとるやん間違えた。うん、よいしょ。はい、続いてケニーさん、こんにちは、ありがとうございます。後ほどイラスト描かせていただきます。ケニーさん、ありがとう。すやーんです、すやーん。うん、虎やったらどんな手するんだ。ガオー、狼だったらガオー、同じですね、うん、でも狼のさ鳴き声ってどんな感じなんだろうね。ワオーンしか知らない、ワオーン。でもワオーンしながら声しないでしょ、ワオーンじゃないね、狼ってどんな感じで鳴くんだろうね。ワンちゃんみたいな感じかな。うん、ね、違い分かりづらいよね。ワオーンのイメージがない。うん、なんかトラはさ、ガルルルルルなんかウルル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 ワオーみたいな感じで、そう、意外と猫に近いのかな、ワンみたいな。狼ってどちらかといえば爪じゃなくて牙じゃない？あー、確かに確かに ね、難しいね、違いが分かりづらい。よいしょ、よいしょ。続いてさん、高安さん、ありがとうございます。後ほどイラスト描かせていただきます。高安さん、ありがとう。すやん、うん、普段は無口なんじゃない。そうだよね、動物も無口でしょ。ずっと独り言を喋りながら歩く子はいないよね。狼は犬科で狐と同類らしい。そうなんだ、犬科で狐。だからさ、狐がさ鳴いてるのなんか見たことある YouTube で、なんかわーみたいな、なんかわーみたいな、なんかコンコン言いそうじゃん、コンコンとかさ、なんか言いそうなのにさ、なんかわーみたいな、なんかすっごいなんかふーってふぬけた声で鳴くよね。あ、そうそうそう、甘える時かな。なんかね、キツネがいっぱいいる村があるんでしょ、なんか村なんなのかな、あのキツネが飼われてる施設があるらしくてうんね、ふえーって感じで、なんかふえーみたいな。うん、あ、東北、そう、行ってみたいんだよね。触ったりはできないらしいんだけど、近くに行けるんだって、キツネの。
ちゃんと飼われてるから大丈夫らしいよ、キツネ近づいても。ね、行ってみたい。ね、冬毛とか絶対可愛いじゃんね、ふわふわで。ね。ねえ、もふもふかわいいよね。キツネさん見てみたい。キツネは見たことあるんだけどさ、そのよく山にいたりとかさ、タヌキとかキツネとか、ねえ、フェレットとか、フェレット？イタチか、イタチとか、ねえ、鹿とか。そう、福岡はよくいるんですけど。コーヒーさん、くまままままままくま、ありがとうございます。結構いるよ、結構。で、アライグマとかね。アライグマね、前ね、おばあちゃんちのね、屋根裏に多分住んでたんだよね。ずっとドカドカ言ってて、そう。なんやかって思ったらね、アライグマやったらしい。第3の渡辺さん、くまままままままくま、ありがとうございます。アライグマはよくないらしいからね、なんか。そう、福岡鹿いるよ。そう。そう、九州クマはいないけど、他の動物はいますよ、結構。イノシシもいるし、猿もよく出るし。結構前だけどね、あそこだっけ、どこだっけ、あれ熊本行った時にね、そう、鹿がねいたんですよ。鹿が、あれ、鹿がいるって思って。カッパはいますか？カッパはね カッパは正直わかんないけど、カッパの骨、ミイラあるよ。カッパのミイラ、カッパのミイラがね、展示されてる。そう、酒蔵あるよ。そう、前よく行ってたんだけど、そう。なんで福岡はこんなにカッパを捨てるんだろうと思うけど、いたのかね。そう、なんかね、その酒蔵がちょっと洞窟みたいな感じだけど、そこの天井の柱になんかくくりつけてあったらしい。で、人魚のミイラもあるよね、博多の方だよね。人魚のミイラがねあるよ、祀られてる。なんだっけ、神社？そう、中洲川端とか博多らへんのとこ、祇園かな、あそこらへんだった気がする。ねえ、あ、ジュジュさん、ありがとうございます。22時ですね。ありがとう、教えてくれて。ねえ。私、なんか至る所にいるじゃん。例えば博多駅もさ、カッパの銅像みたいなさ、なんかちょくちょくあったりするじゃん、カッパを探そうみたいな。私、福岡パルコの、あそこもカッパじゃない、地下街から上がってくとこの、滝みたいなおしゃれなやつも、あれもカッパじゃない？ねえ、そう、天地下から上がってくところ、カッパの泉ね。なんで福岡はこんなカッパをしてるんだろうね。そう、福岡県民だけどわかんないや
カッパ神教、そういう感じ？あ、やっぱ九州に。カッパ推しだよね、結構。愛ちゃんなんかごめん。いや、愛ちゃんが見たっていうなら、愛ちゃんの、まあ、見た場所にはいるのかもしんない。どこにでもかしこにでもさ、いるわけじゃないでしょ、カッパは。って思っちゃうじゃん。やっぱ愛ちゃんに見つけてもらうしかない、これは。立証してもらわないと。愛ちゃんが見たことによって立証されるから。そう、愛ちゃん基準ですよ。魔法も使えたみたいなので、まあ愛ちゃんが言うならそりゃおるやろな。ね、いつかまた報告を聞けるの楽しみにしておこう。楽しみだな。あと1曲くらい歌って、その時計がないんだった。あと1、2曲歌って終わろうかな。でもなんか今日歌うのチャレンジしたかった曲は全部歌えたからよかった。あと1、2曲歌ってイラストとか書かせていただいて、ランキング読みして、残りをちょこっとおしゃべりしようかな。ねえ、何にしよっかな。そう。あれは選択肢、あ、二択のもう一つがさっきの奏でなんですよ。そう、奏でを歌うか、アイネクライネを歌うか迷って、みんなに順番つけてもらった。バテンシュタインの曲、あ、そうだ、最後もう、あ、待って。じゃあ、バテンシュタインの曲を歌って、寝耳にミミズを歌って終わろう。そうしよう。あ、バテンシュタインの曲でもいいし、なんかスタプラのね、曲でもいいと思うんですけど、なんか一旦ちょっとバッテリーズで検索してみて。すごい、あんた方どこさとかある。面白いし、とっちゃんスペシャルデー。マスターは無敵。あ、みんなどれが聞きたいかな。ちょっと一旦言ってみるよ。あんた方どこさ、おいさ、おっしょい。しっとちゃんちょっと難しいかな、一人で言うと。スペシャルデイ、バッテン少女、マストバイ、無敵のヴィーナス、メグリーゴーランド、ヨカヨカダンス。さあ、どれがいい？みんな。ちゃちゃちゃあった。バイバイバイない。結構割れるね。無敵がやっぱ多いのかな。あ、やっぱ圧倒的無敵ですね。無敵が多い。無敵にします。無敵のヴィーナスでいきましょう。Yeah, let's go!
のヴィーナスでした。あ、持ち曲がカラオケで歌えるってこんなにありがたいことなんだね。ありがとうございます。みんなのずっとサクラーがパラソルのマーメイドショットサイダー弾けちゃったんだ、サクラーがサクラーがすごかった。ありがとう。うん、ありがとう。うんね。ありがとう。ずっとサクラーだった。まだまだ夏したいよ。大丈夫、まだね夏来てないから。うん、違う、秋来てないから大丈夫。うん、まだ夏だから。うん、サクラシャーって。ありがとう。日本に夏があってよかった。本当によかったよかった。四季がなかったらね、無敵のヴィーナスも生まれないということで、いや本当に日本に四季があってよかったです。四季に感謝。桜ジャーズありがとうございます。うん、大丈夫、まだ無敵のヴィーナス全然歌えるくらいの気温だからまだ大丈夫。うん、けどそろそろね、無敵のヴィーナスがさらに美味しく感じる季節ですね。いや歌いたいな、そろそろ歌いたい。うん、そろそろもうヴィーナスしていいと思う。うん、うん。ね、うん、ね、旬です、旬、無敵のヴィーナス旬に入っております。うん、もう旬です。うんうん。うん、こう、お、お。はい、という感じで無敵のヴィーナスでした。すごい、みんなもう紫のペンラがすごかったよ。もうフリ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 って。もう推ししか勝たん、推ししか勝たんってなってて面白かったです。そしてラストはこの曲ということで、今日頭に歌ったあの曲でいきましょう。まあスターバ、スタパね、スターダストザパーティー、ラストを振り返ってもいいんじゃないか、こんな時もあったなっていうのでね、これを歌いましょう。いや夏フェス懐かしいよね。ミミーズなんでしっかり耳を出して、しっかり耳を強調して、もうこれで歌ってもいい全然。はい、行ってみましょう。聞いてください。ね、耳にミミーズ。
ミミズ締め。本当にね、ミミズはいいユニットです。ミミズ大好き。うん、ねえ、うんうん。耳締め。うん、そう、あの衣装ね、そう、何回かね、着れるかね確認したんだけど、ちょっと着れなかったんですよね。そう、あの衣装可愛かったですよね。うん、まあこのミミズを得て、あのスタパの方ではね、アクスタ選抜に関わらせていただくのでね、しっかり頑張っていこうかなと思いますね。いい衣装だったよね。なんか普段さ、ほんと紫が多かったから、あの白のふわふわの天使衣装にさ、ピンクのリボンがもうみんなすごい喜んでてさ、うんね、王道って感じだったよね。そう、実際天使の羽がいっぱいついててね、背中も天使の羽ついてたし、ここら辺もね、あの毛がファ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 ってなってて、そう、天使のこの輪っかもつけて、あれはただの天使だったよねって。そんな時期もありました。天使になった時代もありましたね。うん、うん、うんうん。ねえ、そう、アクスタ選抜の方では、あの、そう、かなみんもね、そう、ときてんちゃんのかなみちゃんもね、また一緒なので、そう、ミミーズから一緒、ずっとだから楽しみにしてます。また人見知り発動しちゃうと思うけど、頑張ります。うん、そう、スタパといえばさ、そういえばあの、いろんなグッズが発売されるんですけど、アクスタ生写真等もすごい可愛かったですし、あの皆さん多分あのガチャガチャが、そう、あるらしいんですよ、当日でね。そのガチャガチャはね、みんなあのゲットした方がいいと思う。あ、時間ありがとうございます。2時20分ちょうどいいかも。そう、ガチャガチャね、セタも作ったんだけど、あの出来、あの実物ね、そう、見たんですよ。多分あのキーホルダーみたいな方、キーホルダーもだよね確か。そう、大変かもしれんけど、そうそうそう、何が当たるん？それはあのー、全部一応のマスコットかな、多分マスコット、あのなキーホルダーなんだけど、あのサイン、まあ印刷なんですけどね、サインと、あと裏にあのー、それぞれイラストだったりとか文字書いたりとか、そう、デザイン、直筆、直筆ではない、あの書いてそれをプリントしてもらったキーホルダーなんですけど、めっちゃ出来栄えが良かったんですよ。セタもね、あの書きました。セタはね、セタのデザインはね、セタミンチョウです。セタミンチョウをしたので、セタミンチョウグッズなんですよ実は。そう、あの文字とか、あの何書いたかはね、お楽しみにしてほしいんですけど、セタミンチョウグッズ初めてのなので、うん、そう、お守り、そう、お守りにしてもらえたらなと思います。ちょっとね、大変なんですけど、イラストじゃなくて文字にしました。そう、マッキーで書きました、セタミンチョウ。そう、だからちょっと当てるの大変だと思うけどね、あのみんな多分引いたらトレードとかもできると思うから、あのね、もし機会があれば、余裕があったりはいいなと思ったら、ぜひぜひ。うん。そう、セタミンチョウしたので。そう、でもそうなのよ、70人以上いるから、当たるのはもうすごい大変だと思うけど、うん
ね、まあ当たったらね、ラッキーってことで、超絶ラッキーってことで、推しのが当たったら。うん。ね、楽しみにしててください。こんな感じかな、大体のこと言った気がする。じゃあ最後に告知をしてから、あのイラストのコーナーに入っていこうかなと思います。告知はですね、まず次のツアーは、なんとツアーファイナルですね。ファイナル福岡でございます。にぃ、10月の19日ですね。10月の19日土曜日、ゼップ福岡にて秋ツアー、あのトライツアーのファイナルが、ちょっとね福岡なのであれなんですけど、皆さんぜひ会いに来ていただけると嬉しいなと思うし、あの瀬戸にもね、あの感じに、そう、漢字に作っておりますちょっとこれさ、あの関西っぽくない、漢字に作っておりますそう、あのね結構瀬田の要望をマシマシに入れちゃってるんで、福岡は、うん、楽しみにしていただけたらなと思います。はい。で、あとはその次の日ですね、10月の20日は宮殿のリリースイベントがございます。いや、とうとうリリーベですよ皆さん。早くないかって思うかもしれないですけど、やっぱ早いですよね早い。リリーベということは、あのね、アーシャみたいなこう写真上がってたじゃないですか、宮殿出しますっていう、あの衣装ものメンバーにも出会えるし、もしかしたら、なんだろうな。ちょっとノイズが入っちゃって、ちょっとわかんないんだけど。あ、これもイヤホン外していいか。あ、知らんけど。知らんけどね。全然わからんけど。全然知らんがな。うん。新婦婦、そう、ふんです、新婦婦かもしれないし、もう分かんない、本当に分かんないんですけど、まあ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 、リリーベということはっていう感じでね、楽しみにしていただけたらなと思います。新衣装めっちゃ可愛いから、皆さんぜひね、あの新メンバー、新メンバーじゃない、あの新衣装のメンバーに会いに来ていただければなと思います。お願いします。で、そこからの10月の26日、翌週ですね、は、またまた福岡なんですけど、ふたさくらのソロ特典会をやります。ちょっと会場だったりとか詳細はまだ出せていないのですが、福岡で特典会をさせていただきます。うん、どんな内容かな、内容もあの一応こんな感じのがいいなっていうので、あの出して枠もたくさん準備できるように頑張っております。うん、ぜひぜひ会いに来てほしいです。その福岡と東京でやる予定なので、うん、うんうん、ね、会いに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。うん、いろいろ詳細とかはね、あのもうちょっと詰めてから発表になると思うのでお待ちください。はい。それからの、まあなんかまあいろいろあると思うんですけど、なんかいろいろ楽しいことがあると思うんですけど、まあそんな感じですかね。そこからリリーベがあって、そう、皆さんと毎週お会いして、あ、そう、カンボジアも行きますね。カンボジアも行きます。で、楽しいリリーベがあって、から、スターダスターパーティーもあって、11月の、23かな、あって、11月24日、日曜日も、ソロ特典会を東京でする予定です。こちらも、しっかりと、あの、頑張ります。頑張ります。で、そこからの、11月の29日、卒業、ライブインカルツ川崎ですね。
こちら金曜日なんですけれども、ぜひ会いに来ていただけると嬉しいです。うん、またその福岡とまたちょっと違う内容にね、どちらも違う内容になると思うので、はい、皆さんにねしっかりご挨拶できればなと思うんですけど、うん、どちらもぜひ嬉しいです。うん、ね、関東はその日が最後だと思うので、うん、会いに来てください。よろしくお願いします。そして12月の7日は歌桜卒業ということで、福岡のユナイテッドラボで卒業式させていただきます。はい、 いやこうやって話すとね、もう会える回数がね、どんどん少なくなってはいるんですが、もうリリーブも追加されてね、特典会もねじ込んでって感じで、もうやりたいこと全部やろうと思ってるので、皆さん楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。頑張ります。頑張るぞうんうん、ありがとう。ということでイラストを描いていこうかなと思います。うんうん、体に気をつけてね。ありがとう。もうめっちゃ美味しいものいっぱい食べて元気もある、マシマシで頑張ってるから大丈夫ですよ。イラストを描いていきますかね。うんうん、そうです、そうなんですよ、二次選考受付、そう、瀬田の卒業公演の二次選考受付が本日までとなっているので、ぜひぜひ、うん、ね、まだ行くか行かないかどうしようかなとか、うん、うん、行きたいなって思ってくださってる方はぜひね、応募お待ちしております。うん、あ、10時半ありがとうございます。じゃあここからイラストを描かせていただこうと思います。うんうん、よいしょ、あ、お腹が鳴ってる、お腹が空いた、うん、上手に前髪巻いてるな、本当嬉しい。でもね、今日ね髪の毛はね巻くの失敗ね、こういう感じに巻きたかったのに、なんか変なとこでくびれができちゃって、ちょっとね、なんかうーんって感じになっちゃった。難しい髪巻くの。この間ね美容師さんに教えてもらったんだけどね、そう、なんか美容師さんに巻いてもらった時にみんな可愛い可愛いって言ってくれるからさ、その練習したいから教えてくださいってお願いしたんだけど、みんな可愛いって言ってくれるんですよって教えてもらいましたけど、ちょっと今日はうまくできなかった。この間ね、でもうまくできたんだよ。うん、ストレートアイロンでくねくねするのもね、私髪が長すぎてね、もう難しいんだよね。
さっき一緒に見てた美容師さんが前髪乾いてたよ。嬉しい、ありがとうございます。程よい長さでしょ今ちょうど。何しようかな。パラソル。うん。可愛いぞ過去イケメンじゃないボイス、イケメンじゃないボイス。そんなことある？みんなイケボだよ。うん、男のビアスね。パラソル。パラソル。何書こうかな。あ、おこうこ書こう。おこうこ、こうこ、こうこ。あ、ちょっと太っちょおこうこになっちゃった。こんな太くない。あ、すっごい太っちょおこうこだ。こんな太くないのに。あの2リットルくらいのおこくになっちゃった。いやー今日は9時間配信楽しかったですね、うん。あ、この配信してるスマホを、ホームボタンはないけどホームボタンをつけよう。ショールームの画面書こう。こんなので合ってるかな。うん。9時間で残業代出る時間よ。確かに。確かにね。これ見えた。ございます、嬉しい。わざわざありがとうございます、会いに来てくださって。1日の3分の1配信してくれてすごすぎる。確かに3分の1近く配信してるのか、やっべーぞ。うん、お腹が空きました。お腹空いたよ、お腹空いたな、お腹空いたな、お腹空いた、お腹空いた。
鳴り響くベルの音、うん、うん、つむじ、うん、なんか昔からよくね歌うんだよねこの曲、曲というかさ勝手に考えたやつなんだけど、お腹空いたな、お腹空いたな、お腹空いた、お腹空いたって、お腹空いたな、お腹空いたな、お腹すいた、お腹すいた、抑えきれない想いをこの上に乗せて、遠く君の街へ届けよう、うん、あー大阪に行ったね、大阪、大阪、ほい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 、ブタ、おいブタ、おいブタ、おい伸びたみたいな感じで、おいブタ、おいブタってあの呼んでる方じゃないよ、あのおおあの追加の方だよ、おいブタ、おいブタ。豚まん美味しかったな、豚まん、マシマシのことだよおい豚、あお腹鳴った、豚まん、うん、うん、お腹鳴ってる、ずっとキューンって、悲しいよーって、ご飯って泣いてる、うわめっちゃお腹泣いてる、悲しい、ん？悲しい？ん？恥ずかしい。なんかね、もうお腹が鳴るのが日常茶飯事すぎてね、お腹が鳴る、お腹の音へのね、なんか、ね、健康な証拠や。書いた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 。
大阪楽しかったね。大阪はね、歌の練習もしてはいたんですけど、それ以上にコントの打ち合わせの方が長かったですね。あれって私たちあれアイドルだっけってなりました。打ち合わせ しながら、あら芸人ってなんかもうリハが終わってライブまでの間ずっと YouTube とか見漁って、そうなんかネタないの、大阪の人がみんな知ってるなんかネタはないのかねって言って、で私新喜劇とか詳しくないからさ、 CM 調べてなんかないかね、あ関西電気保安協会これは有名なやつなんかって、なんかあなんとかかんとかあビリビリビリあなんとかあビリ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 関西電気保安協会ってちょっと、あれを見つけてこれだと思って、コロリンこれでいかないって見せて、関西電気保安協会でいいんじゃないってこう見せて、あそれにしようかって言ってイントネーションずっと練習してみんなと、どこの歌割りよりも確認しました、関西電気保安協会関西電気保安協会って、うん本気でした。うん、あの551も楽しかった。551はね、愛ちゃんがね教えてくれて、551がある時アハハハハ、551がある時アハハハハ、551がない時ヒューヒューある時アハハハハハ、うん、ね、リラちゃんのない時が良かった。リラちゃん本当に食べてなかったからメンバーと打ち合わせをしててさ、順番どうするってみんな食べたと思ったからさ、そうない時も欲しいなと思って、でもリラちゃん食べてなさそうと思って、なんか誰か食べてない人いないのみたいな、みんな食べたって聞いたら、リラちゃんが食べてないですって言ったら、じゃあリラちゃんはない時って言ってってそうで順番はこの人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 で行くねって、でそのまんまもう曲振り行くからって、もう全部打ち合わせどんな曲よりもね、どんな歌やダンスもね、まあ、大事ですけど、もうコントが一番気合入ってますね。気合というかもう癖なんでしょうね、これは。これまで場所はねやってきたので、コントを、うどんも美味しかったな、串カツも美味しかったな、串カツかこう、あと何だったっけな、私が一番今回の大阪のさツアーでね一番好きだったネタはバリカタプライドのとんかつ、ん？豚骨スープを串カツソースって言って、その後二度漬けやーよやられてさ、おいおい言えなかったもん、
もうあれはうますぎると思って、もう愛ちゃん最高ってなった。うん、やっぱり方良かったですね。豚骨スープ飲みませんでした。串カツソースでした、選ばれたのは。うん、その後下がサンド漬けしてて許せなかった大丈夫、まだ口に入れる前にサンド漬けしてるから、じゃ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 はっだったから。うん、キャベツ使えない。キャベツね、キャベツはね使わない派ですね。キャベツそのまま食べる。ちゃんと口に入れる前に 3回くらいバシャバシャかけました。でもね、その日のね朝ね、あのそう、あのホテルの朝食すっごい美味しかったんだけど、そのホテルのさ朝食のね、なんか大阪コーナーみたいな、なんか大阪っぽいコーナーがちょっとあって、そこにね、あの豚バラのあの串カツがあってね、そうだからご飯あって、そこに串カツ乗せてソースをかけて、その上からカレーをかけて食べましたね。カツカレーでした、カツカレー。うん、でね、ちゃんとサラダも食べてよ。サラダも美味しかったんだけどさ、粉チーズとさ、あのフライドオニオンとさ、あのクリスピーベーコンが置いてあって全部かけちゃったよね。ヘルシーに食べようと思ったのに全然こってりだった。シーザーサラダもか、ん？シーザードレッシングもかけてね、超こってりだった。全然これじゃダメじゃんってなったカレーを受け止めるためのさっぱりサラダを食べようと思ったのに全然こってりやんけって、うん、美味しかったですね。うん、ちゃんとサラダは食べたんだけどちょっと難しかったですね。うどん食べたな。美味しかったね、あのカスうどん、カスうどんか、